逆にですね、もう45超えると、法律で罰せられるから、分かってるよね、君たち。45超えちゃいけない。でも仕事ある。分かってるよね。お疲れ様でーす。KT です。今日は11月16日ということで、本日も KT チャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。はい、ちょっとね、気温の方が下がってきましたんで、ちょっと過ごしにくい、季節がね、スタートするということになりますけども、こちらのチャンネルは、元気よくやっていきたいと思いますので、最後までお付き合いの方よろしくお願いいたします。はい、というわけで今日の動画もね、早速始めていきたいんですけども、昨日の動画でですね、中田翔選手について触れました。で、たくさんの方に見ていただきました。そしてたくさんの方の、コメント、それからご意見も、いただいたということで、本当にありがとうございます。はい、で、昨日の動画はですね、まあその中田翔選手、ジャイアンツとの、複数年契約を破棄、オプトアウトしまして、まあ自由契約、ノンテンダという形になったというところでですね、まああのジャイアンツを含めまして、その他の、11球団かな、日本の球団、すべてのチームに獲得の、ね、権利があるということになりましたので、まあ、カープとして取りに行くべきなのか、まあ、見送ってもいいというところなのかというふうに、ね、提案させていただいた動画になりましたけども、本当にたくさんの、ね、方から意見もいただきました。はい、でも本当に真っ二つという形になりまして、ちょっと割合ね、正確には取ってないんですけども、まあおそらくね、50数パーセント対40数パーセントというところでね、まあ取りに行くべきだと、取らなくていいといったところ分かれているというふうに言います。なので60対40とかね、6対4とか7対3の割合ではなくて、もう大きく分ければ5対5のね、本当に真っ二つという形になりましたんでね、この辺は結構ね、意見を集めて面白いなというふうに思いました。で、自分自身がね、決定するわけでもないですし、決定権もないということなんでね、本当に皆さんの意見を聞けただけでも、大満足ということになりましたけども、まあ、この先どうなっていくのかというところですね、見守っていきたいなというふうに思います。はい、で、まあ、中田翔選手は、まあ、ノンテンダーということで自由契約なんですけども、今年ね、結構 FA、フリーエージェントの選手も多いというところでね、チェックしているんですけども、まあ、西川選手を含めてというところになるんですけども、その他でいきますと、オリックスバファローズの山崎福也投手、左ピッチャーで非常にバッティングのいいピッチャーがですね、FA 宣言しているということになります。で、それからベイスターズの石田投手ですね、まあ、こちらがね、今日のテーマとなっておりますけども、石田投手、こちらも同じくサウスポとなっております。でそれからライオンズの平井投手も、FA 宣言しているということで、ここちょっとね、ノーマークなんですけども、まあいいピッチャーということになっております。はい、で、それから、まあ今年の目玉と言っていいのかな、山川選手と、いったところも、ライオンズから FA ということになっております。まあちょっとね、不祥事と言ったら失礼かもしれないんですけども、まあ不起訴処分と、なっておりますんでね、ちょっと不祥事と言ったら失礼かもしれないんですけども、まあイメージとしてはね、低下させてしまった事件を起こしてしまった、まあ、山川さんといったところがありますんで、今年は本当に序盤かな、17試合ぐらいしか出場せずに、終わってしまったということになります。で、まあ本当はね、規定路線でいけば今年も大活躍して、ソフトバンクに移籍して、大型契約を勝ち取るという、ね、予定だったんですけども、それが叶うのかどうなのかと、いったところなんですけども、まあライオンズから FA 宣言をしたということになっております。まあ本当にね、そういうイメージなところもありますんでね、ソフトバンクが大型契約結んでくれるのか、まあそもそもね、契約してくれるのかというところもありますね。その辺もちょっと注目して、見ていきたいなというふうには思っております。はい、そして、田口投手ですね、こちらも結構今年の中では、目玉というふうになっておりましたけども、まあ高津監督もね、直接喋ったりしたという中で、ヤクルト残留という道を選んだみたいなんで、まあ来季もですね、おそらく、後ろで投げると思いますんでね、まあ神宮でのパフォーマンス含め、ちょっと気をつけたい投手かなというふうに思いますんで、まあ、田口投手残留というふうになっております。まあ広島県出身ということもありますんでね、ワンチャンカープあるかなというような話もあったんですけども、まあ個人的にはね、ちょっとキャラが、苦手ということで獲得は見送ってくださいというふうに言ってたんですけども、まあ残留という形になりました。はい、そしてですね、まあ、昨日の動画でもそうなんですけども、いろいろね、コメントいただいたり、SNS なんかも見ておりましても、ノンテンダーでの中田翔選手よりも、FA での石田投手の方がですね、人気があるということで、人気といいますか、まあ、獲得に向けての前向きさはあるというようなね、傾向が出ておりましたんで、まあ、石田投手について今日はね、喋っていこうかなというふうに思うんですけども、まあ、なんせ枠がないといったところがね、もうちょっと頭を悩ませるところでありまして、まあ、上限
限が70名と、支配下登録選手の上限が70名ということになっておりまして、まあこの先ね、何があるかわからないというところがあるんで、70名埋めた状態で年を越すといいますかね、開幕を迎えるというのはおそらくないんじゃないかなということですね。まあ育成の選手がね急に育っていって支配下で使ってみたいというふうになったらね、一つの枠使うことになりますし、まあシーズン始まってからどうしても、ウィークポイントが出てきたということになったら、急遽ね助っ人外国人なんかを獲得しなきゃいけないということで、まあその時点でね70名を、超えてといいますか、70名になっていますと、まあ緊急補強というのができませんので、まあ67とか8でねシーズン開幕を迎えるというのがまあ一般的な流れかなという中で、今現状でも68名いるということになっておりますんでね、まあ西川龍馬選手のね FA で1人マイナスになるんですけども、まあ人的保障でね1人取ればもうプラマイゼロということになりますんで、まあ68名というところで、まあ秋といいますか年内の段階ではリミットまで来ているということになりますんで、まあ外国人選手ねどのように契約していくかと、まあそれともね契約しないというところでまたね人数上限じゃないか、減ることはあるんですけども、今のところまあ結構ね上限に近いということになっております。はい、その中でまあ石田投手についてなんですけども、まずはじめに石田投手の成績をね振り返っていきたいと思います。はい、2015年に入団ということなんで、まあカープでいうと野間選手と、同じという年にねプロ入りの方しております。なので15、16、17、18、19、20、21、22、23なんで、9年プロでやっておりまして、来年が10年目かなになるという選手なんですけども、まあプロ入り当初は先発で、結構投げているというところだったんですけども、1年2年3年4年目ぐらいまで先発でね、主に投げておりまして、5、6、7と、中継ぎの方に回って、8、9とまた先発の方に帰ってきているというような、経緯ですね。でまあ一番マックスといいますかね、ピークといいますか、キャリアハイといいますと、まあ2年目に先発で9勝を挙げているという成績が出ておりますので、防御率の方も 3.12 ということで、まあ去年もですね結構いい数字で7勝4敗で防御率 2.95、 2点台ということなんですけども、まあその他の成績見ていきますと、まあ格段いいと、あと2020年かな、もう中継ぎで50試合登板して、防御率 2.53 ということでね、まあいい年もあればあんまり良くない年、防御率でいくと4点台とかね5点台を叩き出している、年もあるということで、まあいい年もあれば悪い年もある。で年齢ももう30かな、来年31になる年と、いうことになりますんでね、まあ本当に絶対必要かといったらそうではないんですけども、まあ広島県出身、それから新井監督のね、高校の後輩ということになりますので、結構気になる存在ということなんですけども、まあ、成績はね、こんな感じで推移しているんですけども、では年俸の方はどうなんだということで、やっぱりね FA で獲得するときには、お金の話が、絡んできてしまうということで、お金の方を見ていきますと、すいません、先ほどとね、ちょっと見方が逆になりまして、下から上に向かって年数が進んでいくんですけども、まあ1年目の頃は1200万、でそこからちょっとずつ上がっていきまして、1800万、4800万、6000万というふうに上がっていくんですが、ここからね、ちょっと上がったり下がったりということで、5800万、7000万、そして一番最高の8450万といったところをね、2021年に叩き出しまして、2022年に6490万、それから今年は6200万ということになって、年齢も31歳ということになっております。はい、でこの年俸をですね、カープの選手にですねちょっと当てはめてみましょうということで見ていきますと、まあ、この最後のね今年の2022年の6200万円で当てはめていきますと、ずらずらずらとカープの選手の年俸を並べてみたんですけども、まあ、松山隆平選手と野村祐介投手の間ということになっております。これはね、まあ、2023年での比較となっておりますけども、はい、ということなので、まあ、松山選手並み、野村祐介投手並み、まあ、その下でね見ていきますと、堂林さんもいる、床田さんもいる、野間さんもいる、小園さんもいるということで、まあ、それ以上のね年俸での入団というのがね予想されるということになっておりますんで、まあ、ちょっとねそこまでのインパクトあるかなというとね、まあ、C ランクなんで保証とかはね人的保証は発生しないんですけども、
まあ、本当にね、生え抜きとして頑張ってくれてるこの堂林さんとか、野間さんとか小園さん以上の年俸を払ってまで、獲得する必要があるのかなというような感じがしますね。で、まあ、この辺の選手でいきますと、今年まだ契約更改、終わっておりませんので、まあ、以前のね、動画で自分が、このように、喋っておりまして、ここ、アップページでね、見ているんですけど、堂林さんは7000万、床田さんはまあ1億手前まで行くんじゃないかとか、それから野間さんも7000万、小園さんも6000万というような予想を立てておりまして、まあ、この辺とね、同等な金額ということになりますけどね、まあ、そこまで、そういう意味でいくとね、そこまでのね、選手ではないのかなというふうに個人的には思うんですけども、はい、そして、FA 選手の年俸といったところもね、結構ルールがあるみたいで、自分でこれちょっと知らなかったと言いますか、これを調べていて、気づいたところなんですけども、はい、確認していきます。プロ野球の FA 宣言をした選手の1年目の年俸は、毎シーズン、なんで今シーズンの年俸と同額が上限と定められています。年俸上限が現状維持なのは、複数球団による過度な獲得競争を防止するためですが、契約年数や出来高払い、インセンティブ契約は2年目以降の年俸の上昇に制約はありませんということなので、まあ、変な、ね、インセンティブをつけたりとかね、複数年契約で2年目以降はね、もうガンと上がるよという契約を結んでしまえば問題ないということなので、実質このルール合ってないようなものということになっておりますのでね、まあ、去年の近藤健介選手なんかもね、そんな感じでソフトバンクでバーンと、ものすごい契約を勝ち取ったということになっております。まあ、このルール何のためにあるのかなということでね、結構盲点だらけということで、まあ、それでいきますとね、サラリーマンでいくと、ちょっと前にありました働き方改革ですかね、はい、残業時間をねバシッと宣言するよということになってね、まあ、これでプライベートが充実するというふうにね思って作った法律かもしれないんですけども、実際のところはまあ残業が減ってしまって生活が苦しくなる人が増えたりとか、逆にですね、もう45超えると法律で罰せられるから分かってるよね君たち、45超えちゃいけない、でも仕事ある、分かってるよねみたいな感じに、ねなってしまったかのように、まあ本当に抜け目だらけの、ルールとなってしまいましたんでね、まあそういう意味ではあんまり気にするとこではないのかなと、いうことで、まあ現在の、この6200万円の年俸に対して、まあ減らすことはね、 FA で獲得する中で減らすということは難しいので、まあ6200万と、いったところをベースに考えますと、じゃあ松山選手とね同等に考えていいのか、それから今年年俸がアップした上での堂林さんとかね、小園さん、さらにはタイトルを取った島内さんがまだ2000何百万なんでね、倍増以上しても石田投手よりも、ね、落ちてしまうというところでね、そこまでしてでも石田投手を獲得するべきなのかというふうにね、考えると個人的にはいらないかなというふうに思っております。でプロ通算の成績で見ても、まあ、37勝43敗、防御率も 3.47 ということになっておりますんでね、まあ、本当にその堂林さんとか小園さんとか島内さんのプライドを傷つけてまで、獲得する必要はないのかなというふうに思います。で、まあ、フリーエージェントね、1年目はそうやって上限というふうに、上限がその前の年というふうにね定められている以上、複数年での契約というのがまあ一般的になっておりますんで、まあ、3年で約2億円ぐらいかな、6000万かける3で1億8000万プラスそこにねちょっと色つけたというところで考えても、3年で2億ぐらいのね、契約にはなってくるのかなというとこを考えると、私的には取らなくてもいいというふうにね、今日は珍しくはっきりジャッジしていこうかなということで、石田さんはいらないというふうに判断したいと思います。もうだったら本当にね、中田選手を単年で取る方が面白いんじゃないかなというふうに思いまして、まあいろんな意見あって、まあ中田の大将はちょっとそこがあれだからもうやめとけというね意見もたくさんいただいた上でいきますけども、まあジャイアンツはね、そこを見る限り秋広さんを育てたとかいう感じでね、後輩の面倒見はいいというところもありますんで、まあそんなね、まあ小学校中学校の頃は正直知らないですけども、そこ的にはもうなんとかなってくるんじゃないかなというふうに思いますし、菊池選手が田中康介選手とかね、同級生もいる。で、新井監督もその辺はしっかり扱えると思いますので、単年であれば、獲得しても、いいんじゃないかなということで、私はね、中田選手を推していきたいなというふうに思います。で、まあ、契約の時ですね、中田選手が、上に立つような契約ではなくて、やっぱりね、カープがちょっと上に立つような契約で、ちょっとでも問題を起こしたらもうすぐにでも干すよとか、問題があったらもう来年絶対契約しないよとか、そういう形でね、契約できれば、全然ありなのかなというふうに思います。まあ、その辺でいくとね、やっぱり、FA 権を持っていながらも、それを破棄して、
ノンテンダーとして移籍先を探すということなんで、本当にね、計算でいくと6億円を捨ててね、出場機会を求めるという中田選手の覚悟もありますんでね、まあ、そこでその先でね、移籍先で問題を起こすわけにはいかないですし、問題を起こすわけないだろうというふうに考えてね、まあ、石田投手よりも中田選手を取りに行った方がカープのウィークポイントにはハマるんじゃないかなということで、 KT の見解はこんな感じでいきたいなというふうに思います。まあ、新井監督ならね、ちょっとでもチームの輪を乱すようなことがあったら、もうすぐ下に落とすということもできると思いますんでね。まあ、その辺はね、一回取るだけ取ってみてというのもね、まあ、そこまでね、中田選手も、なんていうんですかね、他の移籍先もね、いろいろ選ぶ権利もありますんでね、あんまり上から見下ろしちゃいけないんですけども、まあ、取るだけ取ってね、取った後で考えてもいいのかなというふうには思っております。はい、というわけで本日の動画は以上となります。昨日の中田選手に引き続きまして、ベイスターズの石田投手、獲得に動くべきなのかどうかという動画で、本日は1本作ってみました。はい、で結論としてはね、石田投手は私は見送るということで行かさせていただきたいと思います。はい、山崎投手、佐々木投手なんかね、取れたら、ラッキーかなというふうに思うんですけど、まあちょっと、関東の球団というようなね、感じも出ておりますんで、そこは触れずに行きたいというふうに思います。はい、というわけで最後までご視聴の方ありがとうございました。侍のジャパンの方も頑張っているけど、結果の方ちょっとチェックするのを忘れてしまいましたんで、そんなの関係で、キャッチオーラーということで今日も終わりたいと思います。ありがとうございました。失礼します。